ここがロマリか。古来より呪術を信奉していた国だったか。あまり名は知られていなかったな。近隣では最も古く、そして小さな国でした。閉鎖的で他国との関わりもあまりなかったようです。私もよくは知らないが、確か守りの賢者という魔術師がいたはずだ。はい。とはいえ、私も書物から得た知識、実際に何が行われていたのかまでは。富を求めるでもなく、国土を広げるでもなく、古くからの土地を守って暮らしていたと伝わっています。魂の気配がある。私の声が聞こえるのですか？聞こえている。姿を現せ、死者の魂よ。神聖なる存在とお見受けします。どうか私の願いをお聞き届けください。私の名はタイカ。かつてこの国で守りの賢者を務めていました。タイカよ、お前の願いとは何だ？このところ近隣に魔物が増えているのです。いずれ私の魂も食らわれてしまうでしょう。そして魔物と一体となって人を襲うかと思うと、どうかどうかお助け願えませんか？わかった。その願い聞き届ける。ああ、ありがとうございます。感謝いたします。皆様ありがとうございます。本当に何とお礼を言っていいか。タイカよ、自らの魂の末路を見届けるがよい。あれが、お前の魂を核としたナグルファルだ。わかります。あれは私です。後悔に染まり、すべてを忘れてしまった私自身です。人の身には抱えきれぬ強い思い、しかしそれも主が消化してくださいます。ナグルファルド、我らが浄化する。そうは勝利だけのエッセイだ。私の魂。本当にありがとうございます。これで
人のまま消えることができそうです。それでいいのか。お前にも生前にやり残したことがあるだろう。生前にやり残した。ええ、その通りです。私は抗わなかったのです。処刑が皆の意志ならばと命を投げ出してしまった。まだ私の力を求める人々がいたというのに。おかげで随分長いこと地上をさまよいました。大火よ、世界は今崩壊の危機に瀕している。神の戦士エインフェリアとなり力を貸してほしい。私の力が皆様のお役に立つのでしょうか。守りの賢者なのだろう。もっと自信を持て。我らと共に歩もう。死の先の道を。はい、ヴァルキリー様と共に。地方の探索を再開する。行くぞ。